ご検査です。今日は、ローンについて少しお話ししていきたいと思います。で、この動画に関して言うと、初めてローンで車を買う方向けの動画になります。今年ね、4月になって、新しい会社に勤めて、通勤で車が必要になるとか、まあそういった人向けの動画ではあります。ローンっていうのが、目に見えない商品なんだけど、あと金利手数料とか、なかなかね、表に出てこない数字なんだけど、めちゃめちゃ重要なんだよとかね、重い部分にはなってくるんで、ローン金利手数料っていうのはね。なので、ざっとね、シンプルに説明していきたいと思います。最初にお見せするのが、まあ中古車のね、金利手数料の違いっていうところと、あとは、新車で買うときに、フィアット500に限定しちゃうんですけども、フィアットで新車で買うときのローンプランの場合の金利手数料の違い。この辺をですね、少しざっとね、わかりやすくやっていきたいと思います。で、まず、中古のフィアットでも買いたいなっていう時に、他社の中古車販売店と、当社の認定中古車を買った場合の、総額200万円の中古車を買った場合の比較になります。ちょっとここにバンと出します。はい。中古フィアット500、総額200万円の金利比較って形ですね。一番左側ですね。左側見てもらうと、まあ、ローンの利用なし。まあ、現金200万円で買いますよ。まあ、これは別にね、それだったらそれでいいわけですよ。ね。200万円の、現金200万円で出して買うとかね、親ローンとか、まあ親のね、援助とかがあれば、あと自分で貯めた200万があるから、それがあれば、ローンの金利全く関係ないので、そこは無視してください。で、次ですね、認定中古車と某大手中古車販売店という形で2パターン出してますけども、まあこれあくまで例なんで、実際にね、このお店がこの金利とかっていうのは実際僕らも分かんない部分があるんですけど、一応僕がちょっと調べたところもしくはね、実はねこれ以上に金利を取ってたっていうケースもあるんで、頭金ゼロで60回5年間ローン組んだ場合ですね、認定中古車の場合だとメーカーの指定金利で 2.9% です。はい、そうすると月々 35,800 円で乗れるんですね。で、金利手数料は5年間でトータルで15万1000円かかります。まあまあ、こんなもんかなと。うん。僕らね、だいたいその 3% 前後も金利で、車を販売してるんで、まあまあ、こんなもんかなと。で、僕驚いてるのが、いつも驚くのが、某大手中古車販売店。はい、同じ車、仮に同じ車で同じ諸費用だった場合ですよ。月々4万2300円。で、実質金利 9.9%。うん。まあ、これは高いか安いかはね、業界、僕輸入車業界しかいないんで、国産の業界とか中古車のね、買取店とか、中古車大手販売店とかの金利がよく知らないので、まあ、高いか安いかは置いといて、まあ、僕らより高いことは確かですね。3倍以上ですね。金利手数料なんと5年間で54万3800円。で、同じ車買ってんのに、月々がもうすでに7000円ぐらい違うし、金利手数料5年間トータルで払った金額で言えば40万円ぐらい違うんですよ。だから仮に、例えば認定中古車、当社がね、ディーラーで扱ってる中古車が、このね、例えば某大手中古販売店、その辺にある、中古車屋さんで仮に僕らの車が40万円安かったとしても、ローンを全額フルローンで組んじゃうと、僕らの車の方が安くなっちゃうってことなんですよね。ただ、これを、この金利の差額、金利手数料の差額を理解してないで車買う人は、あ、本体価格がディーラーだと30万高いから40万高いから、やめとこうみたいな、なるとは思うんですけど、それが適用されるのってローンを組まない方のみだと思うんですね。ローンをフルローンで組むんであれば、ね、その欲しい車があるお店に行って、ちゃんとローンもその場で見積もりをしていただいて、5年間で結局、車の諸費用、あとローンの金利手数料、トータルであなたがいくら使うんですかっていう見積もりを出してもらうのが、正しい比較検討になるのかなと思います。で、まあ、この、じゃあ金利手数料の差の表を見て、僕がじゃあ絶対正規ディーラーで買えとか、他の輸入車の中古さんやめとけとか、そういう話じゃなくて、ローンを組む場合、こういった金利の差額が出るから、きちんと車を買うときは、ここまでね、しっかりね、見積もりとか、価格をね、提示していただく必要があって、そこでしっかりと比較して検討した方がいいんじゃないかっていう動画ですね。っていうことなんですよ。まあ、よくあるのが、例えば、
ね、どっかの、そういう販売店で買ったお客様が、まあ、事故しましたとか言って、事故するとね、どうしてもやっぱり正規ディーラーで修理することが多いので、そのお客さんがまあいらっしゃった時に、まあこの事故だともしかしたら乗り換えた方がいいかもしれないですよっていうご提案させてもらう時があるんですけど、でその時にその当初ね組んでたローンをね一括しなきゃいけないので、ローンの残りの金額調べたりとかした時に、うちでね新しく買った車の方が次々の支払いが下がるとか、そういうケースも出てくるんですよ。なので一概に何がいいとか悪いとかじゃなくて、ちゃんと比較して車買った方がいいよってことです。もう何台もね車買ってる人なんかはローンの金利を大体聞いただけで、あこんぐらい損するなとか、このローンはちょっと使えないなとかね、いろいろあると思うんですけど、まあとにかくね、あのこういった比較をしてもらえばと思います。結果ね、そのちゃんとローンの金利手数料まで含めた5年間でいくら払うのかっていう見積もりを出してもらうのが賢明かなって僕は思います。で続いて一応まあね、一応というかね、そのまあローンの今金利の話をしたんで、まあ当社で扱ってる新車のねローンお支払い方法の比較、まあこれもちょっとバンと、まあこれを本当説明するだけです。新車のフィアット500 1.2 カルトをね、まあ仮に合計281万5000円という見積もりになった場合ですね、まあこの場合ローンを利用しなかったらね、別に金利手数料も一切かかんないわけですから、まあ、この金額になるよってことと、まあ、仮に頭金を84万5000円入れた場合、月々3万5500円、 3.19% 金利手数料が5年間で16万3904円で、次こっち側ですね、頭金なしで通常のローン組んだ場合と残価設定型で通常ローン組んだ場合、まあ、これも入れてます。頭金なしで通常ローン組んだ場合は月々5万800円で60回5年間払えば OK と、で実質金利が 3.19 で、金利手数料が234,208円、この頭金ありと頭金なしの通常ローンのこの金利の差額っていうのは、頭金をこれだけ払ってるんでローンの元本がローンの元金が減ってるから金利手数料がこんだけ変わってくるって形ですね。でまあ面白いのが残価設定型っていうローンが一番右にあるんですけど、頭金なしで月々3万6500円で乗れて、まあ、回数は60回ですね。最後の1回っていうのは残価84万5000円が残ってるという形で、5年後にその84万5000円をどうするかってまあ決めなきゃいけないっていうのはあるんですけども、まあ、この場合ですね、金利がちょっと下がるんですね。メーカーの方の指定が、まあ、今現在の金利ですけどね、 2.35% で金利手数料が22万950円という形になるんですけど、まあこの表を見て、まあ人それぞれね、いろいろ思うことはあると思うんですけど、あくまで金利のね、差額の比較なんで、その残価設定型がいいとか、頭金なしがいいとか、通常ローンの方が絶対いいよとか、頭金出した方がいいよとか、そういうね、ローンプラン自体のメリットデメリットを比較する表で、今回回ではないので、金利手数料だけ比べると、別に、まあこんぐらいの差だったら、ね、どのローンで組もうが、頭金出そうが出さまいが言ってもね、そんな差はないよってことなんですよね。なので、まあ、ここでそんなに迷う必要ないのかなって思います。まあここは自分の今のお財布とか将来のプランを営業マンと相談して買ってもらったらいいんじゃないかなって思います。はい、ということでね、今日一番言いたかったのは、支払い、最終的に自分が5年間でいくらお金払うのかっていうところが、やっぱりどうしても車買うと目先の本体価格とか、お支払い合計だけを見てしまうんですけども、やっぱり考える、ローンで車を考えるんであれば、5年間でローン金利手数料も含めていくら自分が払うのかっていうのも、他社と比較検討されている方は明確に目に見える形で出してもらった方がいいんじゃないかなって、まあこういったところも含めて、いい車をね、よりいい車をよりいいプランで買っていただきたいなと思います。なので、新社会人で車が必要で、ローンを組まざるを得ないと、まあ、こういった方、まあ、僕もずっとローンで組んでますけれども、いい車とね、出会って、いい販売、いい支払いプランで、新しいスタートを切っていただければなと思います。以上です。